16番宮内秀明議員の発言を許します。16番宮内秀明議員。特に私の質問に選管の委員長が来ていただきまして誠にありがとうございます。まず第1番目の18歳選挙権年齢に対する取り組みについてを質問いたします。改正公職選挙法が本年6月17日参議院本会議で可決成立して、18歳以上に選挙権年齢が引き下げられ、来年の夏の参議院選挙から施行される見通しとなった。18歳選挙権に関して中学生高校生に至るまでの段階における若者の政治意識向上策について本市の取り組み状況を担当部長協議長に伺いたいと思います。まず第1点目の中学生を対象とした模擬選挙や模擬議会などを実施するのか、今後の取り組みについて伺います。2点目、高校生の政治活動選挙運動に関する文科省通知について、校内校外での政治活動の制限について伺います。3点目、市内2高校と市選管の連携状況と今後の取り組みについて伺います。4点目、若者が多く就労されていると思われる事業所や自衛隊等、また福祉施設や養護学校に対する公営ポスターの掲示場所の増設や投票所の新設について伺います。2点目の質問でございます。大規模地震時における避難経路の液状化について、滋賀県の地震被害想定では、大規模地震が発生した際、琵琶湖湖西西岸沿いの国道が液状化する可能性があるとしてきている。この被害想定に基づく対策について、高島市は滋賀県防災危機管理局や大津市と協議しているのか、担当部長に及び防災課に伺いたいと思います。まず1点目、国道161号の液状化の可能性と予測される箇所について伺います。2点目、滋賀県防災危機管理局の担当者との今後の協議について伺います。3点目、避難経路である国道367についても、のり面の崩壊や地盤の陥没が懸念される、避難計画の実効性を伺いたいと思います。以上です。16番宮内秀明議員の質問に対する当局の答弁を求めます。上原教育指導部長。皆さんおはようございます。それでは宮内議員の質問番号1のご質問にお答えいたします。まず1点目の中学生を対象とした模擬選挙や模擬議会などを実施するのか、今後の取り組みについてでありますが、中学生が社会の問題を自分の問題として捉え、主権者として自ら考え判断し行動するための教育につきましては、次回の学習指導要領改定に際して位置づけることが現在議論されているところであります。市内各小中学校では発達段階に応じて社会に関心を持ち政治に参加することの大切さを学習しており、中学3年生になると社会科の授業で選挙や政治の仕組み、地方自治などについて学び、
公民としての知識や考え方を深める学習を行っています。また例年市内すべての中学校で生徒会役員選挙の際に実際に使われています投票箱や、記載台を用いて投票する取り組みを行っていますが、今後とも主権者として社会参画する意義についての深い理解の上に自覚を持って責任を果たす意欲と態度を育む教育を推進していきたいと考えております。以上、私からの答弁といたします。ゆるい選挙管理委員長。選挙管理委員長のゆるいでございます。どうぞよろしくお願いします。宮内議員の質問番号1の2点目につきまして、高校生の政治活動の制限についてのご質問にお答えいたします。議員ご質問の文科省通知につきましては、高等学校などにおける従来の政治的教養を育む教育に加えまして、選挙や政治に関する法的なルールの理解、選挙権を自ら判断して行使することができる具体的実践的な指導の重要性が、通知されているものと承知しております。この中で高校校内での政治活動の制限につきましては、まず学校は教育基本法により特定の政党を支持しまたは反対するための政治教育や政治的活動をしてはならないという政治的中立性がございますので、高等学校などは校内で授業のみならず生徒会活動、部活動など教育活動の場を利用して選挙運動や政治的活動を行うことは禁止すること、放課後や休日であっても制限または禁止する必要があることとされております。また校外で生徒が行う選挙運動や政治的活動につきましては、学業や生活などに支障がある場合、適切な指導を行うこと、18歳以上の生徒が選挙運動ができるようになったことを学校が尊重すること、選挙運動や政治的活動は家庭の理解のもと生徒が判断し行うものであることが留意点として挙げられております。次に3点目の市内2高校と市選管の連携状況と今後の取り組みについてでございますが、県教育委員会におかれましては、すでに去る11月11日に県立学校などを対象に説明会が行われ、具体的には今の高校3年生には 3学期にかけまして、2年生には来年の参議院議員通常選挙までに、そして1年生には来年度末までに、それぞれ授業や総合的学習、ロングホームルームを活用して指導される予定となっております。今後は県選挙管理委員会とも連携し取り組んでまいりたいと考えております。次に4点目の公営ポスター掲示場の増設、投票所の新設に関してのご質問でございますが、高島高校、阿戸川高校、新浅井養護学校から公営ポスター掲示場までの距離は100メートルから300メートルございます。また自衛隊今津駐屯地におきましては、かねてから正門前にポスター掲示場を設けさせていただいているところでございまして、学校付近等へのポスター掲示場の設置につきましては検討してまいりたいと考えております。
また投票所につきましては投票区にそれぞれ設置するものでございますし、投票日に投票できない人のための期日前投票所につきましては選挙の公示または告示日の翌日から投票日の前日まで市役所と各支所の6カ所で行っておりますので、新たに設けることは現時点では想定しておりません。以上、私からの答弁とさせていきます。それでは宮内議員の質問番号2のご質問にお答えいたします。まず1点目の国道161号の液状化の可能性と予測される箇所についてでありますが、議員ご指摘のとおり一定のリスクを伴う地区については県の防災情報マップおよび市の総合防災マップにおきまして、市内の琵琶湖周辺で地盤が軟弱な地域について液状化のリスクが高い区域をお示ししているところです。しかしながら全ての箇所の調査は物理的に不可能なため、個別箇所の特定は困難であると思われます。次に2点目の県防災危機管理局との今後の協議についてでありますが、県でも琵琶湖西岸部の地震に対する脆弱性は把握しておりますので、これまでも船舶による湖上からの避難などについて要望や協議を行っております。今後もあらゆる対策を検討し、少しでも市民皆様の安全安心につながるよう協議を重ねてまいりたいと考えております。次に3点目の国道367号ののり面崩壊等の懸念についてでありますが、これまでも台風や集中豪雨による部分崩壊が多数発生しており、のり面の地質は軟弱であるということは議員ご指摘のとおりであります。そのため市としましては国道367号だけでなく、国道303号、国道161号、県道阿蘇古谷梅の木線においてそれぞれリスクの高いところについては早期の整備改修を要望してきたところであります。大規模地震が発生した際の現行の避難計画の実効性における課題を克服するためにも引き続き関係機関に強く働きかけてまいります。以上、私からの答弁といたします。はい、宮内平木議員。2、3、再質問をさせていただきます。答弁いただきましたけど、学校現場でね、選挙に対する教育はなかなか難しいと思うんで、公民の中でやっているという答弁でございます。これは今の現状ではおそらくそういう状態はないと思いますけれど、例えば意識高揚のためにはやっぱりゲストティーチャーをですね、県から要請して、で、その選挙に対する意識高揚にするというふうな考えはありませんか。上原先生か教育長かどっちか、だから今の現状ではね、今の教育に対する適正な教員配置やからね、こういうことが極端に起きてきた場合はね、やっぱり余分なことを教えないかもしれないから、ゲストティーチャーを一人でもやな、県から要請してもらえばやな、それ専門的に活用できるんちゃいますか。はい、上原教育指導部長、お答えいたします。政治あるいは選挙について学ぶときはやはり身近に捉えさせるということが必要であろうと思います。今議員がご質問の中でありましたが、実は滋賀県選挙管理委員会では
明るい選挙出前講座というのを実施しておりまして、これは県内の小中高等学校特別支援学校を含めて、出前講座の依頼をすれば、全てではないかも分かりませんが、来ていただいて、先ほど議員ご質問の模擬選挙等の活動を取り入れた、出前講座が実施されています。今後こういう活動を県に要請しながらも、より具体的に選挙活動について、選挙活動というか選挙の投票活動等について学ぶ機会というのは今後とも、今回選挙権が18歳に引き下げられましたので必要になるというふうに思いますので、研究してまいりたいというふうに考えております。以上でございます。宮内秀明議員。選挙権については一つ慎重に、指導していただきたいと思います。次に政策部長から答弁いただきましたが、実は先般産業建設常任委員会で千葉県浦安市を、視察いたしました。特にその折に東北交通部長も賛同いただきましたので、現状は被害状況のことにつきましては、映像等で分かりました。そこで液状化は剣道やら指導における、でも同じようなことが起こります。浦安市においては東日本大震災における被災しマンホールが道路上に飛び出すなど大きな被害を受けられました。総合マップで発行されたが道路に埋没されている上下水道のライフラインの記載がないので、これはライフラインがどのような被害を受けるかわからないのである。避難道路として使用できない可能性がある。ハザードマップとしては不十分ではないかと思います。これは確かに、ね、これを各校に配布されましたね。それを見たってね、ただこういう状況で、記されているだけでね、だから本当にどこがどうなるんですか。だから道路が全然使えないようになるというふうなのが浦安市に行った感想であります。だからもう道路がほとんど使えないようになりますよと。だからその状況の中でね、やっぱり、ライフラインの被害状況、確かに、流域下水道でどこにマンホールがあってどこがどれ、特に国道と県道が通ってますね。だから高島市がもし災害でどっか避難する人だったやな、県道と国道と協議してやな、で県から指摘される記事のようなことはやはりもうちょっと、市民がやな、もし災害が起きた時にはライフラインで本当に避難道路が確保できるのかなということでは、流域下水道のマンホールの位置ぐらいは分かると思いますので、何か答弁します。以上、政策部長。さあ、政策部長。お答えいたします。議員ご指摘の通りであると思うんですけれども、まず私の方から市の先般お配りいたしました総合防災マップへの反映ということで、お答えさせていただきたいと思うんですけれども、膨大な情報量になりまして、現在お配りをいたしております防災マップでの掲載では非常に困難であるかなというふうに感じております。そのようなことから、今思っているんですけれども、現在でも土木上下水道部においてはそのライフラインの位置を閲覧できるようになっております。ですからそれをもし部局検討いたしまして、身近な支所でありますとか、そういうところで、市民の皆さん、また消防団の皆さん、そういう関係していただく方に、ご確認ができるような
ことができるかどうか一度こう検討をさせていただけたらなというふうに思います。以上でございます。宮内秀明議員。あの白石部長は同行してもらってね、あの浦安市で同じように研修されて感想を、でその折に確かにあの私資料を渡しましたけどね、実際にこういう状態が起こるということを勉強してきたわけですね。だから白石市長の感想はどうですか。白石土木上下水道部長。あのお答えいたします。その10月6日7日と産業建設常任委員会の灌漑迎春ということで議長の方から随行要請がございましたので私も随行してまいりました。あの浦安市はですね、ご承知のように今世界一のテーマパークがあるところでございまして、まあ、地域の面積のうちの 86% がこれ埋め立て地ということでございます。で東京湾の湖底から砂利を取ってそれをまあ浚渫船で上げて埋め立てたというようなこと、それから地盤の深さにつきましては12メーター50ぐらいまでがいわゆるその砂質というんですか、液状化がしやすい地盤構成になっているというようなことの説明がございまして、23年の例の東日本大震災ではマグニチュード9、浦安市では5強の地震が8分間続いたというような中でその地盤が液状化をしたということでございます。で、まあ、担当者の方からうらうらこう、説明をお聞きしまして、改めてこれが高島市で起こった時にどのようにされるかということで、改めて危機管理を覚えたわけでございます。で、私どもの、まあ、先ほどからライフラインのことが出ておりますけれども、まあ、水道施設の管路だけでも630キロございます。それから下水道の環境、これは農廃と合わせましてですね560キロございます。合わせて、公共下水道の流域下水道の本管ですね、これが、全延長で 27.32 キロメートルございます。いわゆるその高島市の地域を大縦断しているというような中で、これ、ポイント的に、まあ、いつわからない災害について対応するのはこれ極めて困難なところでございますので、まあ、自助、共助、公助ですか、公助の中で我々がしなければならない役割、これをどうしたらいいのか、これを改めて考えていきたいというふうに考えています。以上です。宮内秀明議員。防災課に聞きます。この防災マップを配られてね、各地域で防災マップに関する、ま、勉強会とかというのが、要望されて、で、まあ、この確かによくできている自助共助ことやら基本的なことみんな持ってるけどね、その説明に回られました。何箇所ぐらい高島市内、ね、これを配ってから。古川防災官。お答えいたします。各地域の、まあ、自治会区等からの要望によります、出前講座ということで、要望のございます地域に出かけさせていただきまして、特に最近は総合防災マップを配りました関係上、それについての説明をしてくれというご要望にお答えをして、しております。具体的に何箇所というのは今ちょっと細かい数字持っておりませんが、おおむね今年でも30から40の自治会には出向いているというふうに考えております。でこの中で、まあ、ここに書いてあるご説明をするとともに、今までの出前講座で、これ以前からやっております出前講座でもありますように、風水害や地震等についても、加えて説明をさせていただいているという現状でございます。宮内秀明議員。35ページと36ページね、写真入りでこれ拡大したものがほとんどやな、アドバンスサイズで赤色
タリアエロイドに売られて、ここの人はね、やっぱり心配しておられますね、液状化に対して。だからそれに対してはやっぱり十分な説明を、だから今、何回言ったらわからんと、そんな答弁はないと思います。32回言ったんですね、僕調べたんですけど、実際にあのこれだけはね、説明されてる、納得されてるのか、それともいや、やっぱり液状化になったら困るなという意見があったのか、その辺はどうですか、防災官。古川防災官。確かに、地震の揺れ、とともに、液状化についても心配されている地域の方がございます。これにつきまして、特に、防災部局として、明確な対策というものをお答えできる状況にはございませんが、新たに家を建てられるときに、家の耐震強度であるとか、それから、家を建てるときの地盤の補強等について、できることについては実施をしていただきたいという旨のお答えをさせていただいております。どうもありがとうございました。特に丁寧な答弁をいただきました。これで終わります。4人向け、以上で16番宮内秀明議員の質問を終わります。